マンダリンオリエンタル・香港、マンダリンオリエンタル・ホテル・グループは、ジャーディン・マセソングループの参加で、中国・香港に拠点を置いている高級ホテル、運営会社である。1963年に、香港に拠点を置く、イギリス系の大手総合商社、ジャーディン・マセソンのヘンリー・ケズウィック会長の指導の下、当時イギリスの植民地であった、香港のセントラルにオープンした、マンダリン・香港が始まり、 その後社名をマンダリン・インターナショナル・ホテルズと改名し、1974年にはタイのバンコクにある有名ホテルザ・オリエンタル・バンコクを買収する。1985年に現在のマンダリン・オリエンタル・ホテルグループの社名に改名した。現在13カ国に21のホテルを展開し、シャングリラホテルズリゾーツや香港上海ホテルズと並び、 アジアを代表する高級ホテルチェーンとして、欧米でもその名が知られている。2005年12月2日には、日本初進出となる、マンダリンオリエンタル東京が日本橋にオープン。2009年2月9日、晩、中国中央電子台が建設中の、新本部ビル工事現場にて、花火の失火により、ノースタワーが全焼。タワー構部では、 マンダリンオリエンタル北京が開業直前で火災によりホテルグループは約10億元相当の損害をこむった。マンダリンオリエンタル、バンコクマンダリンオリエンタル東京がある日本橋三井タワー。ありがとうございます。